おはようございます。2017年6月17日、日曜日、小金井市の朝の天気です。曇りですね。ちょっと雲が多め。気温はですね、ちょっと風が冷たいですね。まあ、寒いまではいかないですけど、上着1枚羽織ってでちょうどいいかもしれません。午後はね、雲が取れて、日差しも出るような天気予報になってるみたいです。昨日がね、とても暑かったので、今日も暑くなるかもしれません。今日も一日頑張っていきましょう。国分寺駅南口にあります、額縁屋次男画房2代目店主長谷川でした。ありがとうございました。